志村清潤、志村清潤、志村清潤本名、表記同じく、志村正より、1913年10月2日から2007年12月1日、は、日本の昭和時代に活動したアナウンサー。NHK で主に、大相撲、プロ野球等のスポーツ実況中継を担当した。東京府北豊島郡南千住町、現、東京都荒川区南千住の幹物。 雑穀賞、川一万商店に生まれる。出生時の名は、生児。日大附属中卒業後の1931年、一時僧侶を、志、し、大正大学予科に通う傍ら、滋賀県甲賀郡大原村の親類の寺院で得とし、聖順と改名するが、明治大学政治経済学部進学のため、減続している、後もなお、生児に戻さず、正よりないし、聖順で通した。 明大卒業後の1936年、ミシンの外交販売員を経て、NHK のアナウンサー採用試験に合格し、入局。東京中央放送局に赴任し、河西三照、松内即三、山本寺氏、和田信方らの指導を受ける。1938年から1939年にかけて、名古屋中央放送局に転勤したのを除いては、退職まで、 東京勤務を通した。志村は1936年11月29日の周期リーグ第2回全日本野球選手権において東京巨人軍の沢村英二のプレーを初めてラジオで伝えた。沢村の独特な投球フォームを沢村、左足を思い切り上げて第1球のモーション、靴底のスパイクがはっきりと見えるほど高々と上げましたと表現した。 1940年に大相撲中継の担当を開始。これに先駆け、志村は本場所が開催されるたびに中継放送開始前の両国国技館に通い、末席に設営された放送席のスイッチが入っていないマイクの前に座って幕下の取り組みを描写し、記者や観客の後期の目にさらされながら実況の腕を磨いていた。 戦後すぐの1947年により、相関間もない少年誌、野球少年帳に、試合の推移を実況アナウンスの即帰風に綴った、自筆のエッセイ、史場放送を連載、多くの読者を獲得する人気を得る。志村は1951年3月場所で、客席で観戦中だった、神風翔一を見つけ、去る1949年の、 街頭録音の出演者としての神風の弁舌に感心したことを思い出して、急遽ゲストとして放送席に招き、取り組み中の力士の技術を語らせた。神風は1953年5月場所から正式に専属解説者となり、実況アナウンサーとスポーツ経験のある解説者という、日本のスポーツ中継放送における番組振興のフォーマット成立の講師となる。 従来の日本のスポーツ中継放送では、アナウンサー一人、内し二人での番組進行が一般的だった。1952年のヘルシンキオリンピックの実況中継を現地で担当した後、帰国する前にアメリカ・ニューヨークへ立ち寄ってメジャーリーグを観戦。実況中継にジョーディ・マジオが解説を加えている様子を見学した。帰国後、志村は、 ディマジオに匹敵する大物解説者を置くことを NHK スポーツ部長、宇沢七郎に発案して、了承を受け、やがて小畜ロビンス元監督、小西徳郎のスカウトに成功、当時デイリースポーツ評論家、NHK 専属野球解説者、第3号。志村は小西とのコンビで、数多くの試合に立ち会った。1953年2月1日には、 NHK テレビ開局特別番組の司会を担当し、開局第一声となる、アナウンス、ヨック TV。こちらは、NHK 東京テレビジョンでありますを読み上げた、同年第一回和田賞を受賞。1955年6月から1958年6月までと、1963年8月から1967年8月に、かけて、アナウンス部長。 1961年に病気療養のため長期の休養を取ったことをきっかけに体力の限界を悟り第一線から退いた。1967年10月に退職し放送の現場から完全に離れて神奈川県藤沢市でマンション経営者に転身する。その後は放送関係者との交友もほとんど立ち、公の場には1984年の蔵前へ 国技館閉館セレモニー。1989年の昭和天皇崩御に伴う特別番組でのインタビュー。1995年12月20日に行われたパーティー。戦後50年 NHK スポーツアナウンサー、大集合など数えるほどしか姿を見せないようになった。晩年の一時期は名古屋市に住んだ。2005年に 野球伝道の特別表彰者に選出された。放送関係者の野球伝道入りは史上初だった。すでに90歳を過ぎていたが、インボイス西部ドームでのオールスターゲーム第一戦の試合前に行われた秋らしきには付き添いがついたものの、杖も使わずに、自らの足で歩いて出席し、場内の大歓声に手を振って応えていた。 後輩の狩谷藤尾が2015年4月25日に日本スポーツ学会において行った公園にいれば当時の野球殿堂入りを祝うパーティーに出席した。志村は挨拶の際、放送の現場を離れたのはうつ病を患ったことが起因だったと告白したという。2007年12月1日、老衰のため藤沢市で死去。不法は4ヶ月後の2008年4月24日に公表された。 志村は生前に検体登録を行っていた。いずれも NHK、下記のほか、記録映画等にナレーターとして参加。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。